ということでね、顔パーツ差し替え終わりました。いやーこれ最高だね。いやこっちの方がスマイル検知するね。はい、コツの方趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するフィギュアはこちら。はい、出たグランジスターから、ワンピースロロノアゾロ。はい、こちらね、ついに自分の大好きなね、ゾロがグランジスターで出ましたね。いやーこれはね、最初どうかなと思ったんだけど、ちょっと現地のね、UFO キャッチャーを見て、ちょうどね実物が飾ってあったんですよね。それを見て、あ結構出来良さげだなと思ってね、で早速ね、その場は帰りまして、その後、メルカリさんで購入させていただきました。はい、ということでね、取ったんじゃなくて買ったんだよということで、まあ、いつものようにね、開封していきたいと思います。ではね、まあ、多分中身ブリスターじゃないと思うんでね、袋だと思うんで、ちょっと袋の状態をね、見ていきたいと思います。はい、一応開封しまして、やっぱりねブリスターじゃなくて、袋ですね。はい、見ていきたいと思います。まずはね、下半身ですね。で、上半身に、これは台座かな。うん、面白いね、変わった補助パーツっていうのかな。うん、で、三刀流、はい、刀っていう感じの、分け方ですね。はい、では早速ね、これを全部組み立てて実物を見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね早速見ていきましょう。こちら、はい、いやね、うん、まあなかなかよくできてますよ。あのねよくできてはいるんだけど、よくを言うっていうかね、ここの帯のところ、これ今回特殊で、こう、ペラッてやって、刀をつけてペラッとこうくっつけるんですけど、これが全然くっつかないっていうね、隙間が絶対確実に開いちゃうんですよ、これ。どういう作りをしてんねんと思って。なんかもっとさ、うまいこと作れないのかなと思うよ。こういうところちょっと雑っていうかさ、なんかもう、作り方はちょっとおかしいんじゃないと思うよね。もったいないよね。うん、で、まあ、肝心の、お顔ですが、はい。うん。まあね、悪くないですよね。うん、まあ、グランジスターシリーズ自体がね、結構よくできているんで、悪くはないです。あとね、ちょっとね、いろいろとか、なんか、刀がひん曲がってたりしてたんで、ちょっとドライヤーで温めたりしましたね。うん、で、台座なんですけどね、結構これ特殊なんですよね。こういう足型で突起がついてて、くっつける感じ。これはいつから始まった？ 3 時は持ってないんだよね。3時からかな。はい。こういう感じでくっつける。今までにない感じ。はい。っていう感じでね、スマイル検知するね。はい。ということでね。今回はね、まあ久しぶりのプライズ商品、ワンピースグランジスタからソロ、うん、
まあね、もう一つ欲を言えばバンダナを巻いてるバージョンも欲しかったかなっていうのが、正直なところかな。まあね、そこまで欲を言ってやるキリがないんでね、まあ十分ですかね。はい、ということでね、今回の動画は、以上で終わりたいと思います。これを見てね、もしよければ、グッドボタン、またね、チャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。